こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのは、これです。1978年に、デックから登場した VT100 というミニコンの端末ですね。これ今日作っていきます。デック、デジタルイクイプメントという会社の製品として、以前バックスイレブン780を作りましたけど、まさにそのバックスナオでよく使われていたのが今回作る VT100 です。この製品、端末というジャンルにおいて圧倒的に有名です。それに加えてバックスイレブンなどの大きなコンピューターではなくて、現在はパソコンで通信をすることが多いんですけれども、今なおこの端末の動作を真似することが業界のスタンダードになってるんですよね。VT100 をエミュレートしているなんて言われています。ところで VT100 はいわゆる端末なので、パソコンで言えばディスプレイとキーボードにあたる部分なのですが、中身はインテルの CPU である8080を搭載していました。 VT100 ではそういうものを見たことはないんですけれども、 HP3000 というコンピューターの端末で動くインベーダーゲームを見たことがあります。端末にファイルをコピーするといきなりゲームが始まったんですよね。ということで、できました。キーボードが本体の下に入り込むようなところ、どこかアップルのマッキントッシュやその前に発売していたリサに似ていたりもします。ただ発売は VT100 が6年も前なんですよね。私がバックスで使っていたのはこの VT100 よりも少し前の VT52 という端末だったんですけれども、バックスイレブンもね、このブロックで作ったんで、今回は有名な VT100 を作ってみました。ということで来週もやります。見てください。